どうも皆さんこんにちは。もう一回マジ勝負したいと考えている畑です。さあさあ今回もコラボです。早速登場してもらいましょう。どうぞ。皆さんはじめまして、サクライトチャンネルの桜井葵です。同じくサクライトチャンネルの村雲蛍です。今回のコラボはサクライトチャンネルさんです。つい最近ゆっくり動画の制作を始めた期待の新人さんです。現時点では動画の本数はゆっくり茶番2本となっておりますが、とてもほのぼのとした内容でクオリティの高い動画となっております。皆さんもチャンネル登録をしてサクライトさんを応援しましょう。紹介ありがとうございます。それでは早速ですが、動画投稿のきっかけについて教えてください。どっちが答える？ここは私が答えるよ。オッケー。動画を投稿しようと思った理由ですね。ズバリ憧れです。いろんなゆっくり投稿者さんに憧れて投稿したのがきっかけです。憧れですか。私たちの主も憧れの実況者さんがいるので同じかもしれませんね。そうなのですか。ちなみに誰が憧れなのか教えてもらうことはできないのですか？そこは私たちにも教えてくれないのですよ。秘密だとか言ってるので、絶対憧れの人はいると思いますよ。今度その憧れの人が誰なのか、聞いてみたいところですね。そういえばサクライトさんって Google プラスもしているんですよね。はい、そちらからのフォローもバッチリ受け取りましたよ。ゆゆ子がいたのですが、もしかして今後。さあ、それはどうでしょう？今後の動画に期待ってことで。やっぱりそうなりますよね。といったところで、今回のコラボはここまででございます。葵さん、蛍さん、コラボありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それにしても、いい天気ですね。お二人のリボンも似合っていますよ。ありがとうございます。あ、すみません。確かに今日は晴天ですね。こんな日は絶好の運転日和ですか？そうですね、絶好の。おや、雪だるまさんがいますね。あれは当駅の車掌マスコット、ゆきんぼくんですよ。ゆきんぼくん、青い見て、赤色の電車がいるよ。あれなんで架線がないのに昔の近鉄車両がいるんだ？それにしても、お隣の路線ってかなり頑丈な柱なんですね。